私の娘クリは DRPLA という脳が萎縮していく病気を患っています。遺伝性で進行性、治療法はありません。クリは寝たきりの状態です。夫千秋さんはこの病気で5年前に亡くなりました。私は治療法を見つけたくてお花、家族を書きました。娘を救うことができますように。第2章、対抗しても。本当に真綿で首を絞められるように病気が進行している。体だけでなく心も。私の知っている千秋さんとクリじゃなくなっていくようで、同じ家に住んでいても怖い。クリは薬を増やしたにもかかわらず、朝のミオクロニー発作がひどい。そして一番変わったこと、バーブ、母に懐かない。母はクリにとって私と千秋さん以外の一番の親しい人だった。赤ん坊の頃から私たちが仕事の時ずっと見ていてくれていた。いつもバーブと楽しそうな声を上げていた。今回も母が来ることを楽しみにしていた。ところが今回はいつまでも母から逃げ回っている。もう1週間になるのに母と手をつなごうとしない。対抗がこんな形で進んでいるのかな。母もショックを隠せない。私が来ても役に立たないのかしらと母は言う。今日はみんなでドライブをしたけれど、私から離れなかった。でも最後にクアロアランチに行った時、馬が見えたことに喜んで、クリから母の手を握っていたね。思わず母と目を合わせた。またボロボロ涙が出てきそうになったけど、でも二人の前だから泣かなかった。どんなに小さなことでも、そこから幸せを見つけよう。クリの見た目がどんなに変わっても、態度が変わっても、クリはクリ、心の美しいクリなんだよ。シャワー。私たちがいつもクリをシャワーに入れるのが大変だ大変だというので、さっき母が、あれは固定式のシャワーだからでしょ、日本のようにホースのついたシャワーの部分が動かせるタイプだったら、クリちゃんもあなたも少しは楽になるんじゃないの、大変だという前に努力をしたら、クリちゃんのためにウォシュレットを買ってあげなさいとお金を渡したのに、それも探そうとしないじゃないと言った。私は、でもねバーブ、シャワーを変えるにはどういうシャワーならここにつけられるかを測ったり、それを買ってきたり、または誰かに頼むというエネルギーがいるよね。シャワーという一つのことだけを見ればそれだけだけど、クリの社会福祉の制度一つ頼むのだって山のようにペーパーワークがあるよ。障害者用駐車場の申し込み一つだって細かく書いて書類を持っていかなければならない。本業の仕事もしなくちゃならない。うちは小さなビジネスだから、経理だって何だって私がやらなくてはならない。千秋さんだって病気なんだよ、病院ばかり行ってるじゃない。医師からも千秋さんに無理をさせないように言われてるんだよ。みんな私がしなきゃいけない。だけど栗が眠れるのは2時や3時じゃない。ひどい時は朝の8時まで眠れなかったよ。栗が眠れたからって私はすぐには眠れない。付き合う時間が長ければ私も疲れるけど、いろいろ考えて眠れなくなっちゃうんだよ。4月5月は栗は半分も学校に行けなかったよ。病院と看病で全く仕事もできなかった。私は言い訳で言ってるんじゃないよ、見ていてわかるでしょ。シャワーをつける時間があると思う？と当たってしまった。母は、
そうだったね。胸が締め付けられちゃうよ。と静かに言って部屋に戻ってしまった。母よ、ごめんなさい。でも母だから、クリの大変さを見て分かってくれるから、母がいてくれることは私にとって本当はとってもありがたいんだからね。